イグクトサイリスタの回路を記号集積化ゲート、天竜型サイリスタとは、高周波特性を改善した、電力用半導体素子である。インテグレーテッドゲートコミュテーティットターン、オフサイリスターの頭文字から、イグクトサイリスタとも呼ばれる。三菱電機が1995年に世界に先駆けて開発したもので、GTO サイリスタのゲートを中心に改良したもので、ある。 砂場回路が不要となって低損失化を実現したほか、インダクタンスの低減により、スイッチング周波数が10倍となった。サイリスタとゲートドライブとのインダクタンスは1、100ほどまで低減されている。またターンオン時の電流上昇率に対する大量が向上し、アノードリアクトルも不要となる。近年は、ピン接合やシックを用い、1199の容量を持つ。 インバータ装置が関西電力とエイクリー社の共同開発によって実現されている。逆導通型や電圧系インバータとして逆導電型もラインナップされている。イングクトサイリスタの構造 GTO サイリスタではケースから引き出されたゲート電極を介してゲートドライブに接続されていたのに対し GCT サイリスタは積層構造を基本としゲート電極が リング状の金属板として基板に積み重ねられている。基板には数千個にも及ぶサイリスタが、同心円状に並列接続されている点と、ゲート電極が、仮想度電極を囲んでいるのは、GTO サイリスタと同じである。上述の韓国高速鉄道が採用したイグクトは、インテグレーテッド GCT のことで、GCT とそれを駆動する、ゲートドライブを積み重ねて一体化したものである。 ターンオフはサイリスタに流れてくる電流すべてをゲート回路に向けて流すことで行う。ゲート電極をリング状とすることで点ではなく線で接触するため、半導体の広い範囲に電圧をかけることが可能となり、高効率となった。なお、金属板のゲート電極と線状のゲート電極は互いに動くことができる、要断製剤によって押し付けられている。 逆方向素子電圧体制を持たないのも特徴で逆素子能力を持たせた逆素子系 GCT サイリスタもラインナップされている。ありがとうございます。